ロクロックビのエンタメラボへようこそ。ロクロックビのペチとキメラジとトゥナイコとサクです。というわけで真犯人フラグ第2話直前考察ものすごいコメントきました。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってるね。めちゃくちゃ目に見えて盛り上がってます ねみんなよく書けるね、あんなに。いや、ほんとにそうすごいね。しかもなんか楽しそう、みんな。ああ、ね、嬉しい。もうできればファミレスでみんなで集まりたいマジで、うん、っていうぐらいね、盛り上がってますから、うん、この中からね、コメントをピックアップして、それをもとにね、僕らで再考察してですね、大注目の第2話に向かっていろいろ準備を進めてこうじゃないかというのがこの動画になっておりますのでね、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。というわけで今回はピックアップしてるんですけども、この動画が上がった次の日の土曜日にですね、サブチャンネルの方でこの250件近くのコメント全てに答えようじゃないか。あなたが？いけます？もう250人相手に答えてくって。待って、ギネスでも狙ってる。下手したらあるぞ、コメント返し。ね、っていう動画をですね、ちょっとサブチャンネルの方で本当にもう気になるとこだけ見てもらうっていう動画をちょっとやってみたいなと思いますので、ぜひね、明日の動画も合わせてね、ちょっとこの真犯人フラグね、いろいろ楽しんでいただければと思います。ぜひサブチャンの方もよろしくお願いします。というわけで真犯人フラグは毎週日曜夜10時半から放送されているドラマでありまして、僕たちの動画はその翌日の月曜日に直後考察動画として動画を上げております。そしてその直後考察動画についてコメントをまとめて再考察した直前再考察動画を放送日前々日の金曜日に上げておりますので、こちら3本セットでよろしくお願いします。そして来週からは番外編みたいな感じだよね。ちょっといろんなとこに深掘りしてて、もうね、埋め尽くしたいんだ俺は。真犯人いいじゃん。いろいろやっていきたいと思います。さあ、というわけでね、早速やっていきますが、本日はですね、まあ、まだ1話終わったばっかりなので、うん、広くね、考察していきたいなと思います。もう、いろんなとこから考察してって、まあ、この真犯人フラグっていうのが、どういう物語なのか、どういう流れになっていくのか、まあ、そのあたりを考察していきたいと思います。というわけで、まずはですね、この1話で気になった部分、ちょっと触れていきたいんですけども、りょうすけのですね、謎の部分といいますか、ちょこちょこポンコツさが出てきたり、うん、あれ、家族のことあんまり知らなくないみたいなところが出てきたり、うん、なんかその辺がこのドラマ結構鍵になってきそうなので、うん、そこをちょっといろいろ読んでいきたいと思います。まずはね、凌介の当日の動きについて書いてくれた人がいました。トトレ隣のさん。凌介が家族の不在に気づき、映画に行ってるのとメールした時刻が10時1分。自宅からバー、市場の時までの経路を調べた結果、移動時間は13分。自宅を出ようとビジネスバッグを持とうとするところで CM が入り、CM 明けで凌介が市場の時に入店するのが10時45分。で、この時凌介は何も持ってない。メールから入店まで44分の時間が経過し、出かける時は持っていたと思われるバッグがない。タクシーを拾うまでの時間もあるだろうから30分近く謎の時間がある。どこかに立ち寄りバッグをそこに置いてきた、あるいは誰かとアイバッグを渡した、何のためにということで、あのね、このコメントかなりいっぱいあったんですけども、なんか一番その時系列でねまとめてくれてたので、ちょっと代表して読んだんですけども、要はですね、まあ、30分ぐらい謎の時間があるよねって話なんですよ。なんか僕らもねそこは触れてたんだけど、ちょっと時間の関係でカットしたんだけど、何をしてたかって話だよね。そうだよね。でバッグがなくなってるでしょ。そうこの方はそこ注目してて、なんかね、僕も、まあ、着いた時にバッグがないっていうのは、まあ、バッグを持ってかなかったってことなんじゃないかって最初は思ったんだけども、うんうん、なんかこの人も言ってる通り、 CM の前にわざわざバッグを持とうとする場面を映すんだよ。でそっから CM になりました。で CM が開けたら試乗の時に着いててバッグがなくなってたっていうのは、なんかその演出には見えるよね。ああ、そうね。だってバッグ拾おうとしなきゃこういう疑問は生まれないわけだから、うん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 、あれっていうことにはなるよね。そうね。でさらにですね、ここでもう一つの疑問が生まれてきます。これもかなりコメントありました。ひまわり T さん。見返してて気になった箇所があるのですが、日野の店に行くとき凌介が調べたマップが多摩だった気がします。凌介はどこに行こうと思ってたんですかね、ということで、でその返信が来てます。はるはるさん。そのシーンですが、日野の店は神奈川県横浜市鈴木区多田なのによく見ると凌介は東京都世田谷区多田と検索しています。凌介は間違えて一度世田谷多田に行ってしまい、タクシーで10分ちょっとの場所に行くのに40分くらいかかってしまったという凌介のポンコツぶりを描写してるのかなと思いました。なるほどね。すごいな。すごいよね。めちゃめちゃポンコツやん。めちゃくちゃポンコツよ。剣またぐな。剣またぐやん、ね、にしてもそれで30分でいけちゃうのかな。そう、このはるはるさん的にはまあポンコツだからそういうのをしたってなってるんだけども、他にもねいろんなコメントがあるんだけども、なんか結局違う場所に向かったんじゃない、だから30分の空白があるんじゃないってコメントがかなりあったんだよ。うん、やっぱりこう一流のテレビ局といいますか、うん、やっぱ最高のスタッフが揃ってドラマを作ってるわけでしょ、うん、なんかただのこう準備不足でしたとか演出が間違えましたっていう言葉では収まりきれなくないですか、これ正直。あのね、本当
当に微妙なラインだと思う、それで言うと。あなたの番ですでもそういうのありましたからね、俺らが細かく見すぎてて。そう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 、だってあの鍵穴がね、そう管理人室だっけ、確かないあるの話で、なかったのに途中から鍵穴がついたりしたの。後から Hulu で多分付け加えなかった、ね、加えたりしてるから、うん、まあまあ、っていうとこも見るとそういう可能性もあるし、でも30分のなんかその、いやそうなんだよ、謎の時間とかも含めるとこれもちゃんとした理由があるとも思えるのよ、うん、そうだね。しかもさ、この1話を見てもさ、トランクルームで本を読んでたっていう真実、うん、あれはさ、なんか最初は隠してたじゃん、ドラマとしてね、うん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 、で、凌介が後からここに実は向かってたんですみたいな後出しをしてきたじゃないですか、うん、そういうのも含めると実はこの45分間にはその別の場所に行って戻ってきたっていう真実が後から後出しで語られるっていう可能性も全然ある、ね、全然あるね。いやこのドラマ結構時刻表をさ見せてくれるじゃないですか、我々。そうだね、うんうん、そうなると10分でつかせようと思えばつかせるわけじゃないですか、うん、あえて40分ぐらいの遅れを視聴者に分からせてくれるようにこう提示してくるだけでしょ、うん、そうなんだ、うん、ね、やっぱそうなるとなんかあるでしょうと思っちゃうね、そう思っちゃうよね、うん、さらにやっぱバックの下りも分からないから、あ確かに、うん、でもねバックに関しては確かタッツーさんかがなんかがその翌日にはバックまだ戻ってましたよみたいなコメントもくれてて、まあ、正確に言うと翌日っていうか金曜にあの事件があって月曜に出社した時にはバックまだ普通に持ってたから、あそう誰かに渡してもないって可能性はないのよ。あ、はいはい、そうそうそう、うん、ってなるとどっかに置いてきてまた拾ってきたとかになってくるからシンプルに持ってかなかったっていう説の方が正直あるかなとも思うし、うん、でもその中に何かを入れて、うん、誰かが中身だけ抜き取って、そう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 、和田亮介がそれを持って帰るみたいなことじゃないとね。なんかそれを含めて最後にこれコメント読みたいんだけども、ひらひらやっこさん、事件当日亮介は会社からまっすぐ帰宅したように見せるシーンを1回見せて、その後川村に時系列を話す時になって初めてトランクルームに立ち寄っていたことが分かるという流れに違和感を覚えました。主人公なのに視聴者に対して隠し事をするんだっていう、うまく説明できませんが亮介は目に映るもの全てを信用していいんでしょうかということで、うん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 、まあ、ね、まさしくこれだなと思ってて、後出しで結構出してくるから、うん、時系列とかね今後見てかなきゃいけないですし、これがその凌介が怪しいってことになるのかもちょっと微妙ではあるかなと思ってて、うん、別に凌介が隠してたっていう部分はないんだよ、うん、今のとこ、うん、その視聴者にドラマとして隠してた演出でしかないから、そうね、これをどう受け取るかも結構難しいね。そうだよね、凌介はだって言ってはいるから、ちゃんとトランクルームにいました、うん、そうだね。だからこのドラマはこういうのがありますよっていう、そうこういう演出をしますよっていうことを1話で伝えたんだろうね、うん、まあそうだね。だからそういった裏のことも考えてみてくださいねってことだよね。そう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 、だから目に見えたものが真実じゃないですか。確かに全部は出てないよっていうことだな、うん、じゃあ続いてはですね、このクレーマー小畑についていろいろコメントが来ていて、ちょっとこれから読みたいと思います。あかねさん、小畑の声がカリナの声だと思った。あ、シンプル、うん、シンプルということで、女優のカリナさんいると思うんですけども、はい、僕もね、このコメントを見てから確認したんだけども、うん、めちゃくちゃカリナさんに聞こえてくる。これ見た後だとカリナさんにしか聞こえないのよ、ね、ダメだよ、カリナさんにしか聞こえなかった。聞こえない、られちゃった、うん、あのね、最初違うかなと思うんだけど、なんかね、鼻のかかった声というか、うん、なんかね、語尾とかその辺がすっごいカリナさんに聞こえてくるから、うん、皆さんもぜひね、確認してほしいんだけども、うん、でこうなってくるとこの説も出てくるのかなと。葵さん、クレーマーのバタコ、カリナの声に聞こえたけど左上の顔隠された人説は違うかなということで、ここまで繋がってくるよね、やっぱり。いましたね、そんな人が。カリナさんが本当にバタコだとしてさ、クレジットされないわけないじゃないですか。そうだね。ってなるとこの繋がり、バタコイコールカリナさんイコール左上の隠されてた人、うん、この流れは非常に見えてくるのかなと。そうね、うん、カリナさん、でもそうなってくるとほんとこの隠れてんのもカリナさんに見えてくるんだろ。こんな細かったっけな、このなんかなんか骨格がさ、なんかちょっと違く見えるよね。なるほど、ちょっと長めなんだよね。そう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 か、まあいくらでもできると思いますけど、まあね、隠されてたらわからないからね。そうそうそう、だから小畑さんっていうものが1話だけなのかなとも思いきや、うん、結構物語のキーとなる人物っていうのが今後出てくるかもしれないってことだよね。本当に1話直後でも話したけども、小畑さんが見てクレームを言ってたあの荷物っていうのが今後何かね伏線で出てきそうなんですよ。おー、うん、それがあの冷凍死体が入ってた、うん、あの箱を見てたのかとか、うん、本当にその死体を運ぶとこを見てたのかとか、あーなるほど、ね、いろんな説ここもあると思うので、うん、カリナさんかどうかは分からないけど、うん、小畑さんが左上の隠された人物って可能性はかなりあるなと思うんですね。ほ
はい、さあ続いてはですね、このアツトらしき人物がね、凍結死体としてね送られてきた件について、まああれがアツトなのかどうなのかってとこですけども、もうここもねいろんなコメント来てます。ちょっと読んでいきたいと思います。水木ゆなさん、ニアの予告にお探し物ですと書かれた荷物が届いたことで一気に警察が動き出しという文面がありました。これが本当に遺体なら荷物って書き方しますかねと少しだけ疑問に思いました。ということで、これ2話の予告って言ってるんだけど、2話の多分あらすじだと思うんだけども、うん、確かにお探しのものですと書かれた荷物が届いたことでって表現してるんですよ、ここはね。それを見ると、まあ篤人の死体じゃないよって言ってる風にも聞こえるよ、ね、うん、これだけ見るとフェイクっていうことを言ってるのかなとも思うし、逆にこのコメントだとねねさんなんですけど、公式のシャープ1のストーリーで冷凍遺体と明言してることが気になりますっていうコメントも来てて、そうだね、今度はねシャープ1のあらすじを見るとしっかり冷凍遺体と明言してる。でも篤人とは書いてないよね。やっぱそうなんだよ、サッカーのユニフォームを着た子供のって書いてあるから、まあでもどっちも加味すると、まあ篤人ではなさそうよね。そう、うん、篤人ではない誰かの遺体っていうのも、まあ、まあまあな事件ではあるけど、まあね、うん、でこの篤人の説でねちょっと気になったのが僕的にもあって、ちょっとこのコメントまず読みたいんですけど、レイパギさん、運ばれてきた遺体が篤人だった場合、サッカー教室は休みだったのになぜ篤人はユニフォーム姿だったんですかね。ネットの写真を見た嫌な奴がいたずらで人形を送った説、かっこケメロジさんの考察は正しいかもしれませんねって来てて、うん、ケメロジも言ってたじゃないですか、いたずらで送った説、うん、でもねあの冷凍遺体らしきものって横向けで送られてきたじゃないですか、うん、はい、でその横にちゃんと10番って書いてあったじゃん、うんうん、ったった。でも林さんと撮った5人の写真、あれが全国に広まったっていうのはあるんだけども、うん、その時は上着を着てるのよ。あ、そう、なるほど、ね、だからここの10番しか見えてない。なるほどなるほど、そういうことか。でここの10番がなぜあったかって分かったかっていうと、うん、あの林さんにこれ見てよってパッて脱いだんだよね。はいはいはい、はい、その時に初めてここに映ったのよ。なるほどね、じゃ全国的には広まってないの。なるほど、この肩に10番が書いてあるっていう真実をね。うん、はあ、ってなると、もちろんそこにいた林さんも怪しいし、やっぱアツト周りのちゃんとアツトを知ってる人間が送ってきたっていう可能性がやっぱ高いなと思って。そうですね、まあ、そうか。あ、でも正面にさ、なんかチーム名みたいなのが書いてあるから、うんうんうん、あ、それで検索して、それで、うん、なんか有名な、ここの世界では有名なサッカーチームのユニフォームで、そのレプリカは全部そういう仕様とかになってるっていうふうにも取れるけどな。サッカー教室のユニフォームだもんね。あの、そう、え、どうなのかな、 そこもね、まだちょっと微妙だね。でも10番もらったとか言ってたから、やっぱサッカー教室か、ですか、うん、あ、じゃあその説もちょっと薄いかも、ね、あ、そっか、そうだね、かもね。だからサッカー教室の周りの人とか、あ、そうだね、あ、そっかそっか、やっぱ知ってるし、団地の人も多分知ってると思うんで、そうか、そう、身近な人かな、そうだ、ね、そうそうそう、ってなると、まあこの遺体がね、篤人じゃないんじゃないかって方向の話をしてましたけども、篤人じゃないにしても、やっぱその身近な人がちゃんと悪意を持って送ってきてる、そうだね、っていうのは間違いないってことだよね、うんうん、ちょっとなんかな、そのやっぱ菱田とか相良一家と仲いい感じで映ってますけども、はい、なんか魂胆の中ではやっぱそういう憎しみとかがあって、いやいや、そうなんですよ、ちょっとさ、息子もいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、なんかこのあっくんと自分の息子がなんかいざこざがあったら、うん、そうなんだよね、まあ、殺しはしないけど、ちょっといたずらまがいな、ちょっと凌介とかにやってもおかしくないのかなって。そうなんだよ、そう、なんかその市場のもつれで変なことするっていうのが絶対この物語めちゃくちゃ出てくると思うから、まあ、そうだね、そこの判断もね難しいね、うん、はい、ということでですね、まあ1話で気になった部分を考察してみるとこんな感じなんだけども、あとコメントはね本当に全体の気になった部分、これからの流れみたいなのが結構来てたので、まあ最後にその辺触れて終わりたいと思います。じゃあまずはですね、今言ったその岸田関係の話をちょっとしてくれた人がいます。はい、上田智也さん、相良篤と&光は相良真帆と林の子供で、岸田清明は岸田智子と相良凌介の子供説。あら、昼ドラです。いやー、めっちゃドラドラしてんじゃんこれ。いや、もうこれやばい。団地不倫。団地不倫。やば。ただね、何度も喋ってるけども、この物語やっぱ離婚とか不倫とか、市場のそのもつれっていうのが多分テーマになってくるので、うん、ここまで行ってる可能性もゼロではないのかなと。まあそうだね、うん。で、それをね、ちょっとね、裏付けるコメントもしてくれてるんですよ、この上田さんは。篤人は背番号10を背負って運動神経抜群。光は女子にしては強すぎるキック力。凌介はサッカーの簡単な知識もないくらいのインドア派でサッカーボールを蹴ることさえ他人に任せて、林陽介は元サッカー部で運動神経がいい。単純な遺伝子要素をもとに考えると、二人は、真帆、林の子供なんじゃないかということで、うーん、一応裏付けというか遺伝子的なそのなんか類似点というかさ、まあるのよね。そうだね、確かに光と篤人って運動神経とっても良さそうなのよ。
そうだね、だって光も女の子なのにあんなに蹴れたってね。そう、そう、そう、そうってなるとなんかその林の血が入ってそうみたいなとこもあるし、真帆と林のこのなんか怪しい関係っていうのも1話でさ見え隠れしたじゃないですか。なんか匂ったね、うん、真帆がなんか変な顔してたりしてたんで、うん、っていうのも含めるとこのぐらい大きい考察してもいいんじゃないかなと思ったんだよね、うん。新しいな、考察のドラマの中にここまでドロドロの大人の関係が出てくる、うん、ね、石田智子と涼介っていうのがね。まあね、でもなんか涼介さ、ちょ誰に連絡しようって携帯見てた時にさ、うん、その智子の電話帳のね、うん、あれが映ってたもんね。そう、なんか意味深に映ってたから。そうそうそう、まあただ次の日会った時はね、まあね、そこまで関係性はなさそうな感じを二人は出してた、うん、そうだね、はいはいはい、周りに誰もいないからね。でも息子はいたから。あー、まあ、そっかそっかそっか、とかも考えられる。よそ行きの顔だったからね。そう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 、やっぱ息子に変な顔できないから。息子いなくなったらむちゃくちゃキスするから。え、だからさ、え、その智子のあの凌介が去った後のこのうーって寝られてたんじゃないですか。うんうんうん、それもちょっとなんかあんの。いや、このそう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 、恋心みたいな可能性もあるから。何を冷たいねみたいな、みたいなね、とかね。まあそれと似たようなコメントなんですけども、名探偵ココナンさんが、エリンギサンタの事件が物語に何かしらに絡んでくると思うんですが、もしかしたら真帆は凌介の5歳だったり48歳でマイホームって少し遅い気がして、再婚ならあり得るかなと。川村や太田黒に離婚歴なしとあるのも、誰か離婚歴のある人がいると匂わせてたりして、凌介に離婚歴があるとしたら前妻との間に子供がいて、それが黒幕とかありそうということで。僕もねずっと思ってるのが、やっぱ離婚歴なしとか、うん、そういうのが太田黒とか川村とか書いてあるわけで、ってことは離婚歴がある人物が隠れてる、うん、っていうのを僕もねいろいろ思ってて、まさにこの通りなんだけども、うん、それを凌介が担ってたり真帆が担ってたり、やっぱこれ史上のもつれ昼顔感。いや、そうだね、そっちになってくる可能性は、可能性もあるね、あるぞこれ、うん、ねえ、菱田がシングルマザーだったりも含めてさ。そうなんだよ、確かに絶対相手がいるわけですからね。結構恋愛ドロドロ系になる可能性も出てくるよ、うん、いや確かにさ、その相良家のご飯シーンとかでもやっぱ仲いい雰囲気はめっちゃ見えるけど、そう、なんかどこかね、最近仲良くなったみたいぐらい、なんかちょっと俺はその新鮮さを感じたよ、その仲良しさに。ああ、なるほどね、うん、なんかそこも連れ子とかの話になってくれば、こう合わせに行ってるじゃないけど、まあいい家庭として、いい家庭な雰囲気を作ってる、親が作ってるみたいな、どこにも読めんのかな。そうそうそう、いや、てかね、やっぱね、そういう大きく含めてね、凌介がなんか俺らが見えてるものより良くないんだろうなっていうのがあるの、うん、だってさ、冷静に考えたらさ、お迎えがなくなってさ、そのトランクルームに寄ったじゃないですか、うん、あれもさ、10時に帰ってる、うん、で、10時からみんなでご飯食おうとしてたみたいな話にもなってくるじゃん。あ、確かにね、で、お迎えがないとはいえ、じゃあそしたら帰ってみんなでご飯食べればいいとかいうとこも含めて、なんか凌介がそのちょっと自分勝手、自分勝手、まあ、うん、ビールがね、なくてなんか怒ってたシーンとか、うん、なんか表面上はいい人なんだけども、その見えてるもんが本当に違うんじゃないかっていう部分がすごくあって、だからその家族団らんのシーンも実は岡さんには演じてるだけとか、あ、凌介がそういう風に見えてるだけとか、うん、でそういうトリックとかも使ってきそうみたいな ね、まあ、ね、感じはするかな、うん、さあ、じゃあ最後にちょっとこれだけ、まあちょっとありそうな展開ということでちょっと読んでいきたいと思います。おさちさん、私は家族失踪は真帆の家出なのかなと思いました。幸せな家族だと思っていたのは凌介や周りだけで、実際は凌介の家族に無関心で無神経なところに真帆は不満を募らせていたのかなと。息子のサッカーに無関心だったのとかもそうだけど、家族写真に他人の林さんまで誘ってしまう無神経さとか、息子のお迎えがなくなって早く帰って子供たちと触れ合ってほしいのに2時間もトランクルームに寄ってきてしまうとことか、家出して家族の大切さを思い知らせてやろうと計画したのかなと。石田さんは普段から話を聞いていて、家出の話とかも聞いていたのかな、だから何か隠そうとしていたのかなと思いました。発端はそうだったけども、家でもそそのかした協力者とかがいて、実はその人には他の思惑があって、そのまま3人誘拐されて事件に巻き込まれるなんて流れだったりしてと妄想しましたということで、まさに今僕が言ったことも言ってくれてたりするんだけども、真帆の不満が発端で起きたこの家出が何か事件に巻き込まれて、こういう真犯人フラグの事件になってくみたいな展開っていうのがめちゃくちゃありそうだなと思ってて、なんかさすがにさ、真帆の家出でしたわ、うんうん、なんかこんだけ誰が犯人なんだって振っといて、ちょっと、え、真帆のただの家出ってんなら、うん、まあね、でもそれもまた斬新なんだけどね、そう、その結構俺らは誰がじゃあ犯人でみたいな、そうそうそう、めっちゃバイアスがかかって見てるけど、実はみたいなのも新しくはあるけどね、新しくあるんだよ、うん、
ただまあそれが発端でやっぱり何か裏を握る首謀者みたいのがいるのが、まあ一番なんかこの物語の重厚感とか厚みにはなってくると思ってて、ツークールあるからね、ただの家じゃ多分持たないっていうのもあるしね、っていうとこからもね、やっぱ真帆が今被害者っぽいけども、うん、全然被害者じゃない可能性もあると、ってなってくるとこの魔法関係の情報が全部違ったり、今ね凌介はそれをもとに事件を解決しようとしてるけども、その一番の被害者だと思ってたのが被害者じゃないと全部変わってくるんだよね。マホもさ、あのパートのさ、おそばん早番嘘ついてたのもあるけど、もう結構普段からバリバリ嘘つきまくってる可能性はあるよね。あるよ、そうかそうか、凌介は全然知らなかったっていうね、マホのことを。ちょっとこれもう凌介を陥れる作戦とかもありそうだな。マイホームだけ立たせちゃってさもう逃げようぜお金だけね。そうよね、これ魔法はちょっとかなり重要ですね、これね、実は林と一緒に住むための家だったんですね。ということで今ちょっとずつ見えてきそうなんだよね、この ね展開っていうのが、まあ、いろんな角度からね考察してみると、いざ真実が分かった時にね、またいろんな考察広がっていくかなと思いますので、今日はこの辺でちょっと終わりたいと思います。はい、ということでですね、リアルタイム放送今回もやりますのでね、1週間もちょっと真犯人フラグ付けでちょっとやっていきましょう、今後も。はい、よろしくお願いします。というわけで僕たちは他にもいろいろ活動します。ドンということで、秋クールまだまだ熱い考察いろいろ残ってますんでね、ぜひそちらも合わせて僕たちのことも気になっていただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけで以上、ロックロックでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいななんて思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にサク、はい、次回ラストまさかの衝撃映像、どんな映像？あの動物園のゴリラがあのお客さんに向かって餌くれよってもう言っちゃうっていう。どうでもいいな。衝撃です、衝撃だけど。